自衛隊の C4i システム。本校では、防衛省、自衛隊の C4i システムについて述べる。なお、平成18年3月の統合幕僚幹部新設に伴い、自衛隊部隊の基本運用形態が統合運用に変化したことから、現在の名称は、C4i に、コマンド、指揮コントロール、統制コミュニケーション、通信コンピューターズ、コンピュータインテリジェンス、 情報インターオペラビリティ、総合運用性となっている。防衛省、自衛隊の C4i システムは、情報制裁度と応答時間に応じて3タイプに、整理しての整備が進められている。このうち、最も、リアルタイム性、制裁度が高い情報を扱うシステムについては、アメリカ軍の共同構成能力の導入が、検討されてはいるが、2010年現在では構想の、 息を出ていない。また、最も、リアルタイム性、制裁度が低く、広域にわたる情報を扱うシステムについては、作戦支援系システムと、業務支援系システムの2系列が整備されている。これらシステムの整備は、基本的に、防衛省と3自衛隊が、それぞれの用途に応じて進めている。ただし、共通通信システムの防衛情報通信基盤、G、 ディフェンスインフォーメーションインフラと共通基本ソフトウェアの防衛省共通運用基盤 COE コモンオペレーチングエンバイロメントの整備により自衛隊の C4I システムの相互運用性は飛躍的に向上した。また X バンド防衛通信衛星の整備により本省と3自衛隊それぞれの間での高速、大容量の衛星通信が可能となり3自衛隊の統合運用能力が高まる。 陸上自衛隊が現在配備している C4I システムは、式統制を目的として、主に作戦改定で運用される、中東地固定型の方面対式システム等の陸自式システムと、第一線部隊が作戦地域において使用する、機関連対式統制システム、REX 等の戦術級の野外型システムに区分される。また、これらの各改定艦と、 各海底内の C4i システムを連接する通信システムして、方面体レベルで使用される、方面体電子交換システム、AS t 四段以下のレベルで使用される、四段通信システム、DIX、AS t DIX の後継の野外通信システムがある。なお、DIX システムは、iLog 社製の AP2000、アドバンスパラダイム i 2 0 0 0アーキテクチャを採用しているが、これは、 その優れた柔軟性などを買われて、3自衛隊の統合運用を見据えた防衛省共通運用基盤に採用されたもので、陸上自衛隊のすべての C4i システムに採用されたほか、海上自衛隊の MOF システムなどにも導入された。これにより、自衛隊の C4i システムの相互運用性は飛躍的に向上した。海上自衛隊が現在配備している。 C4I システムは、指揮統制を目的として、主に作戦海定で運用される MARS システム、海上自衛隊指揮統制、共通基盤システムと、主に戦術海定で運用される E ージスシステム等の戦術情報処理装置や、リンク16等の戦術データリンクがある。MOF システムは、各海底の部隊指揮官の間で、共通作戦状況図、COP、 を作成することを目的としている。情報処理システム、意思決定支援システムとしての要素が強いが、スパーバード衛星通信など、各級部隊主機関を連絡するための通信システムの要素も含まれている。戦術情報処理装置は、各艦の戦闘の統制を目的とした情報処理システムで、戦術データリンクは、これら各艦の戦術情報処理装置を 連接するためのネットワークシステムである。戦術情報処理装置として、イージス艦には、イージスシステムが、その他の護衛艦では、ビックシリーズが、戦闘指揮所 CIC に設置されている。戦術データリンクとしては、当初は、リンク11あるいは、リンク14が使用されていたが、1990年代後半より、順次新型のリンク16への移行が始まっている。 航空自衛隊は1969年より運用を開始した自動警戒管制組織バッジシステムにより自衛隊で最も早くから C4I 化に着手していた。これは全国規模で指揮命令、航空機の航跡情報等を伝達、処理する航空警戒管制システムであり、作戦、戦術級 C4I システムというべきものであった。作戦機に対する指示は 一得通話及び戦術データリンクによって行われていたが、そのデータリンクは独自の規格による TDDL であり、解 -104 より対応した。作戦機側の端末装置としては、解 -4EJ では、N、A プラマイナス620、後に J、R-670 が、解 -15J では、J、SW-10 が、解 -2 では、J、 SW-20 が使われていた。また、バッチシステムの前線指揮所として e マイナスに早期警戒機及び E-767 早期警戒管制機の配備が行われた。これらは高高度に捜索レーダーを進出させることによって、より遠距離での警空脅威の探知を可能とし、また前線において的確な指揮統制を行うとともに、リンク11によって、地上、 養生との目標情報の共有も可能である。その後、1990年代より、情報科学技術の進歩を背景に、性能と相互運用性の向上を目的とした再構築が行われた。これによって、バッジシステムより、行為の最上位の作戦級 C4i システムとして、中央式システムの構成要素でもある、中央システム、空爆システムと、 航空自衛隊の各部署の航空相対式システム、航空支援集団式システム、補給本部式システムの合計5つの構成要素からある航空自衛隊式システムが整備されるとともに、バッジシステムについても陸海自衛隊の作戦級 C4I システムとの相互運用性を向上させたジャッジシステムによって更新された。そして、 戦術級通信システムとしては、リンク16が採用されつつあり、ス -15J 近代化回収機に、リンク16用の戦術データ交換システム端末、カイ DL の搭載が進んでいる。カイ DL が搭載できないス -15J プレムシップ機やス -2 には、より安価で小型の自衛隊デジタル通信システム、JDCS が開発されこちらも搭載が進んでいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。